こんばんは。ワインマフィアチャンネル三つ正弘です。前回ねちょっとショート動画で1回上げさせてもらったんですけど、じゃん、ちょっとね前なんですけど9月25日に、トップロットさんのねオークションが東京のね、虎ノ門の方であって、まあ下見会ね、前日にオークションに出てくるワインをいろいろね直接こう手に取って、見ることができるんですね。下見会場の動画と翌日に、まあ、あの 現地ではね参加できなかったんですけどオンラインで参加させていただきました。実際にね、落札する様子とかそのオークションのね前に立ってハンマープライスって言ってる人がどんな感じでね喋、ってるのかと動画にまとめてみましたので見てください。品揃え見てもらっても圧巻でしょう。どうでまたこのコシュドゥリのムルソーからスタートして、あのこの目玉の一つね、シャンボリミュジニーのねなんと1976年の 8.1リットル、僕も初めてサルマナザールって言うんですけど、でこっからねブルゴーニュの、アルマンルソーとかねミュジニーシャンベルタンがあって、これがね今回のねトップロットさんのねオークションの目玉のルロワさんですね。表紙にね、ドーンと書いてあったんですけどルロワのミュジニーがあって、ここはね DRC コーナーで、この次はねアピシウスさんとのねコラボのボルドーのワインがあり、みんな一回は飲んでみたいこのねシャトー・デュケムの1960年代ね、もう真っ黒だったんだけど、ここからねブルゴーニュの城ルイジャドとかねモンラッシェもいっぱいありました。でここからもクリュック、ドンペリー、夜のお店大喜び、クリスタルもあったし、ベルエポックもこれね売り切れちゃってもう今なかなかない草間彌生さんのブーブクリコのねシャンパン、もう本当にここからはねアメリカのワインがずらーっとドキドキワクワク止まらなかったですね。オーパスもドーン。でこの後翌日に今回はねオンラインでの参戦になったんですけど、ちょっと欲しかったねルロワさんのミュージニーは落札できるのか、この後動画ありますのでどうぞ。ロット209、ミュージニー95年ですね、1本この年は584本しか作られていません。はい、ではこちらは200万円、210万円、220万円、220万円、今書面ローダー230万円、240万円、240万円、250万円、260万円、260万円、書面ローダーです。270万円、280万円、280万円、290万円、300万円、署名のだ310万円、ライブビットです310万円、会場かよろしいですか、310万円、330万円、他ございませんか、330万円、ライブビットよろしいですか、330万円、330万円、522番、ロット210、今度は99年のミジニー、次ロットこれね210番、このね1999年のドメヌルロワのミジニーさんがこれが欲しかったんですね。でなんとかこうね練習しながら参戦してたんですけど、最初はね190万円からのスタートですね。でこうやってねスライドをこうやってさっさとこう入れることによって、オンラインではね、落札されますね。予定ではね、350ぐらいかなっていう想定だったんですけども、もうさらさらさらとね、どん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 値段が、上がっていきますね。このねオークションのねおっちゃんもね、ちょっとねもう何て言うんですか、もう早く早く終わってよって思うんですよね。でも間が絶妙でね、みんなその見といてもらったら分かるんですけども、一回ねやっぱみんなね悩むタイミングがあるんですよね。もうそろそろですね、ここですよね、もう早くカチってねやってほしいんですけどね、なかなか切らないんですよね。ほらもう早くカチッとして、勝ちとしてって、もうね予定よりね、だいぶね、ちょっとオーバーしてるんですけども、さすがね、ドメーヌルロワさんですね、やっぱり今一番ね、価値のあるワインを作るという女性の方なので、やっと
420やっとここで終わるかな、終わるかな、あロット211、90年のなんとかね、落札こういう形になりますね、ロットを落札しましたって、こうやってきますので、もうね、マラソンのね、一周したぐらいのね、疲労感ありましたね、でもね、すごい貴重な経験でした。てな感じでね、無事オークションね終えることができました。ワイン自体はトップロットさんの方にね預かってもらっているので、まあ、実際届いてね、こちらでお見せすることはできなかったんですけども、貴重なワインのねオークションのこう会場とかね、そういう雰囲気をお届けできたんじゃないかなと思ってます。今はね、やっぱりこうコロナでかなんでなのかな、なんかすごいこうワインの価値がね上がってきて、まあ正直ちょっとこう異常なぐらい、上がってますよね。もう本当に僕はもう現場にいてね、すっごいそれを感じます。あんまりね値段が上がりすぎちゃうとね、ワインっていうのはねやっぱり飲んで楽しむものだと僕はまだね、そう思うので、一部の人にしかね、飲めないワインっていうのはねやっぱり面白くないので、ね、もう少ししたら落ち着くんじゃないかなと思いますけども、緊急事態もね、収まってきたので、いろいろ動画もねいろんなところで撮れるんじゃないかなと思います。ということで、面白かったよ、また頑張ってねっていう方は、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。じゃあねー。